それでは見事表彰台を獲得されました3選手お呼びいたしましょう。見事優勝カーナンバー44番三ツ貞 PWG レーシング酒井隆太郎選手、おめでとうございます。続いて第2位カーナンバー33番 BMAX レーシング松井空選手、おめでとうございます。そして第3位はカーナンバー34番 HRT with カローラ新茨城 CSI レーシング岡澤圭吾選手、おめでとうございます。はい、それではまず JAF 賞の贈呈でございます。新型コロナウイルス感染防止対策として受け渡しについては控えさせていただきますので、 JAF 盾は壇上へ置かせていただきました。3選手に JAF 盾が贈られます。続きましてトロフィーの贈呈です。プレゼンターは大会組織委員鎌田真でございます。3選手には主催者であります都合よりトロフィーが贈られます。おめでとうございます。続きましてダンロップ賞の贈呈です。優勝の酒井隆太郎選手には住友ゴム工業株式会社様より SLFD タイヤ1セットが贈呈されます。おめでとうございました。それでは記念撮影を行います。まず3選手トロフィーとジャフ盾をお持ちください。はい、見事優勝の酒井選手、今シーズン2勝目、予選は抜けなかったという松井空選手を抜いてニコニコ笑顔で表彰台に来てくれました。松井選手は今シーズン2度目の表彰台、そして岡澤選手はなんと3戦連続表彰台獲得、おめでとうございます。はい、それでは一旦足元に置いてください。続きまして酒井選手ダンロップ賞のボードをお持ちいただきましょう。はい、ダンロップ賞の記念撮影です。はい、おめでとうございます。はい、それでは続いて選手のみの写真撮影をさせていただきます。プレゼンター鎌田様、どうぞご講談ください。では3選手改めてトロフィーと盾をお持ちいただけますか。はい、選手のみの記念撮影です。はい、大きく上げてください。改めておめでとうございます。はい、ありがとうございました。どうぞ足元置いてください。最後に3選手にお祝いのシャンパンが贈呈されます。シャンパンファイトを行いませんが、この後、講談するときに持っておいてくださいね。では改めてご紹介しましょう。第3位 HRT with カローラ新茨城 CSI レーシング岡澤圭吾選手、第2位 BMAX レーシング松井沙羅選手、そして優勝三ツ貞 PWG レーシング酒井隆太郎選手にも一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。